江島経済産業副大臣それではお許しいただきましたので着座のまま説明させていただきますそれではあの調査会にご指示をいただきました項目に沿って説明をさせていただきますまずはレアメタルをはじめとする鉱物資源をめぐる国際情勢についてでございますまず二ページをご覧ください鉱物資源は銅、鉛、亜鉛などのベースメタルや コバルト、ニッケル、リチウム、レアアース等のレアメタルなど、多くの種類が存在し、特性や市場規模、用途もさまざまでございます。特にレアメタルは、半導体などの高機能材や、製品の小型,や小型化、軽量化に用いられ、今後、復旧が加速する電動車、IoT 等の先端技術産業に必要不可欠な資源でございます。続きまして3ページをご覧ください。 産業を支える上で重要な鉱物資源ですが安定的な供給確保に向けてはさまざまな課題が存在します特にレアメタルは地政学的なリスクが高い地域に埋蔵が偏っているケースが多くあります資料に主なレアメタルの産出国をお示ししておりますが上位3カ国だけで世界の産出の9割を超える公種も存在をしております4ページでございます これは例でありますが、この蓄電池などに用いられるコバルトであります。これは世界の産出量の約7割が今後民主共和国に偏在しておりまして、正常の悪化あるいは紛争による供給への懸念影響が懸念をされております。このようなあの課題に加えまして、次の5ページでございます。鉱山開発を取り巻く環境も悪化をしております。 資源国のインフラ整備状況、環境規制、地域住民との関係などは、鉱山の開発コストに影響を与えております。近年のプロジェクトでは鉱石に含まれる金属成分の減少、あるいは鉱床の深部化・奥地化が進むことによりまして、年々開発コストは上昇しております。え続いて6ページでございます。鉱物資源の価格の動向は不安定となっております。 ベースメタルと呼ばれる市場が比較的大きな銅や亜鉛でも各国の景気動向の影響等によって価格が大きく変動いたします。特に近年では米中貿易摩擦新型コロナウイルスの感染拡大を受けた価格変動が生じております。続いいいててレアアーースについての説明であります7ページをご覧ください レアアースはレアメタルの一部ですが多くの優れた特性を持ってカーボンニュートラルを実現する上で不可欠な素材であります。例えばネオジムあるいはジスプロシウムこれらは電動化の鍵である高性能モーターの磁力性能または耐熱性能の向上に欠かせないものです。実際にににレレアアアアーーススのの供給や価格に多大な影響を与えた2010年いいわゆるレアアースショックについて ご紹介をいたします8ページをご覧ください2010年に中国が輸出枠を大幅に削減したことによりまして中国からの輸出が一時停滞しレアアース価格が高騰いたしました当時の我が国のレアアース中国依存度は9割を超えており非常に深刻な問題となりました経産省としてはまず1番として中国以外の国における供給源の確保2番目には リサイクルや小資源代替材料開発に関する技術開発、そして三番目には中国政府の輸出規制に対する WTO 提訴、このような対策を講じたところであります。現在ではレアアースの中国依存度を六割程度まで低減をさせております。続いて九ページでございます。これはあのレアアースのうちネオジウムとジスプロシウムの価格の推移のグラフでございます。え二千十一年がレアアースショックの影響を受けた後の 価格高騰時期であります高騰前と比較して10倍以上の価格で取引されましたその後価格は落ち着きましたが2021年に入りまして中国国内の需要増加に伴って再び上昇傾向にありますえ続いて10ページでございますこれはあの我が国のレアアース需要であります2010年以降代替使用量削減技術の開発支援等の 対策によりまして一度減少しましたが近年は再び増加傾向でございます。以上がレアメタルをはじめとする鉱物資源をめぐる国際情勢の説明となります。続きましては気候変動対策と鉱物資源についての説明でございます。12ページをご覧ください。2050年カーボンニュートラルに向けまして特に再生可能エネルギーや電動自転車に電動自動車に 不可欠な蓄電池、モーター用の鉱物資源の需要が増加をしていきます続いて13ページ、14ページをご覧ください再生可能エネルギーの発電システムの部品には多くの鉱物資源が使われております例えば風力発電の場合には発電機モーターそれから送電用電線等にも銅やレアアースを使用しております続いて15、16ページでございます 電動車の製造にもワイヤーハーネス、バッテリー、駆動モーターといった部品で、銅、リチウム、ニッケル、コバルト、レアアースが使用されているところです。続いて17ページでございます。風力発電と電動車のいずれにも必要なモーターでありますが、これはあのレアアースを使った高性能磁石が用いられております。レアメタルの安定供給確保、これが今後の国内製造の鍵と、 なってまいりますこのため政府としては中国以外の供給源の確保それから小資源代替材料の開発を加速させるなどをして対策を進めているところです以上が気候変動対策と鉱物資源についての説明でございます続きましては鉱物資源に関する日本の安全保障について説明を申し上げます19ページをご覧ください 経済産業省は2020年3月に策定をいたしました新国際資源戦略に基づきまして上流・中流圏域確保、備蓄制度の整備運用、国際協力体制の強化、リサイクル等を推進しております20ページをご覧くださいこちらには鉱物資源関連施策の全体像でございます上流・中流・下流の各工程における支援策についてご紹介を申し上げます 続いて二十一ページをご覧ください。まず上流工程であります鉱山開発そのもののリスクそれから資源の偏在といった課題がございます。そこで二千二十年にジョグ法改正をいたしまして上流中流の開発案件に対するリスクマネー供給機能を強化をいたしました。続きまして資源外交を通じた資源国との関係強化の取り組みについて紹介を申し上げます。二十二ページ。 ご覧くださいまず多くの資源国が存在する南米地域でありますがこれはあの首脳それから閣僚レベルで資源外交を展開をしておりますハイレベルの関係強化に努めているところです続いて23ページでございますアジア地域におきましては資源ナショナリズムの高まりを受けた工業に関する規制を受けまして官民を通じた働きかけを実施をしているところです 続いいて24ページでございます中東アフリカ地域における資源外交を紹介をしております。昨年の12月には放送それからクロムなど多様な公種の資源国であるトルコと協力をいたしましてトルコ工業投資セミナーを開催をいたしました。 私自身両国の関係強化に向けて発信を行ったところでありますまた資源のフロンティアと呼ばれるアフリカ地域におきましてもアフリカ最大規模の鉱山工業大会への参加官民経済フォーラムの実施等を通じて関係強化を図っているところです続いて25ページ以降ご紹介申し上げますこれは海洋鉱物資源開発についての紹介でございます我が国の領海排他的経済水域の海底には 海底熱水鉱床コバルトリッチクラストマンガン段階レアアースデーなど海洋鉱物資源が確認をされております経産省は海洋基本計画に基づいて資源量の把握生産技術の開発等を推進をしているところですこの具体的な取り組みにつきましては26から28ページをご参照いただければと思います続いて30ページをご覧ください 今度は中流工程について説明を申し上げます中流工程におきましては使用済み製品に含まれるレアメタルの有効活用これが課題となります現在小型家電リサイクル法を通じたレアメタル等の回収リサイクルに取り組んでおります31ページをご覧くださいこちらは小型家電からの資源回収実績がありますが回収拡大に向けて自治体への支援 小売店との連携消費者への復旧啓発これらを推進をしております回収された小型家電からレアメタル等を効率的に選別分離するための技術開発も実施をしているところです続きまして下流工程でございます32ページをご覧ください直近でも新型コロナ禍によりまして重要物資のサプライチェーン途絶リスクというものが顕在化をいたしました 予期せぬ危機に対してこうしたリスクを解消するためレアアースの使用を極力減らすこともしくは使用しない技術を開発することによってサプライチェーンの強靭化に取り組んでいるところですさらに緊急時の対策について33ページをご覧ください我が国は1983年から短期的な供給障害に備えたレアメタル備蓄というものを実施をしてきております 昨年は世界的な人、物の移動制限が長期化した場合に備えて供給途絶リスクの高い高種につきまして備蓄を増強したところであります。えー、続きまして34ページ、国際協力についてでございます。す、え、で、ー、にあの説明申し上げましたとおり政府としては鉱物資源の安定的かつ効率的な調達に向けて供給国である資源国との2国間の協力を行ってきました。あの一方で今後は 需要国との需要国と供給国が参加をする多国間の枠組みこれも活用しまして公正な取引の推進の観点も含めて緊急時にも協力して対応できるような包括的な資源外交を展開をしてまいりたいと思います最後にカーボンニュートラルや新型コロナウイルス感染症を踏まえたエネルギー政策について説明を申し上げます36ページをご覧ください こちらは2018年7月に閣議決定した第5次エネルギー基本計画の概要でございますこれに基づいて策定いたしましたのがエネルギーミックス37ページとなりますこのエネルギーミックスは将来のエネルギー需給構造の見通しでありましてあるべき姿を示すものであります 3E プラス S すなわち安全性の確保を大前提として安定供給経済効率性及び 環境適合の政策目標をバランスよく同時に達成する姿として示してございますえ続いて38ページをご覧くださいえそのエネルギーミックスの進捗状況でございます2013年度と比較して2019年度には エネルギー期限の CO2 電力コストが減少しております併せてエネルギー自給率は7%から12%に改善をしております取り組みは着実に進捗しておりますがまだまだ道は半ばということでございますこのエネルギー基本計画に関しましては昨年の10月から見直しに向けた議論を経産省の審議会で行っております39ページをご覧ください 菅総理は昨年10月に2050年カーボンニュートラルを表明をいたしまして先月22日に2030年度における我が国の温室効果ガスの排出を2013年度比で46%削減を目指しさらに50%の高みに向けて調整をしていくこのように表明をされました総理からは目標の達成に向けた施策を具体化すべく検討を加速する このような指示があったところでございます新たな2030年目標を踏まえましてエネルギー政策全体について集中的に議論を深め結論を出してまいります続いて40ページをご覧ください2030年に向けたエネルギー政策の検討状況でございますこの中で例えば省エネにつきましては2030年の省エネ量の見通しを従来の 5, 万キロリットルから5800万キロリットル程度の深掘りを見込み、さらなる深掘りを検討すること、それから再エネにつきましては、導入拡大に向け、環境アセスの要件見直しなどの政策強化の結果、2900億キロワットアワー程度を見込んで、さらなる政策対応により、どの程度の導入拡大が見込めるか、また原子力につきましては、国民の信頼回復に努め、安全最優先の再稼働を進めること。 また火力につきましては安定供給確保を大前提に電源構成の比率を下げて引き下げていくことこのような論点について検討を重ねております続いて41ページでございます2050年カーボンニュートラルの転換へのイメージでございますカーボンニュートラルに向けましては温室効果ガス排出の8割以上を占めるエネルギー分野が特に重要となります電力部門では非化石電源の拡大 産業民生運輸部門においては電化水素化を通じた脱炭素化を進める必要がありますまたコロナ禍によるエネルギー需要の影響については42ページに現時点で可能な範囲でお示しをしているところでございます続きまして電力部門を中心とした具体的な課題や取り組みについて説明を申し上げます43ページをご覧ください 2018年の北海道胆振東部地震また2019年の台風15号などの災害では大規模な停電が発生をいたしましたこのため発電所の停止等に備えた予備力の確保や電力融通円滑化のための系統,系統形成の検討電力会社などの関係者間の事前の備え発電送電設備の自然災害への体制確保など 激甚化頻発化する自然災害に対してエネルギーの安定供給に向けた最大限の準備を進めてまいりたいと思いますえ続いて45ページをご覧ください今年の1月断続的な寒波による電力需要増加そして在庫減少によるエネルギー火力の稼働抑制などによって電力需給逼迫とそれに伴う市場価格高騰が発生をいたしましたこれを受けて 46ページでございます受給や市場における予防的緊急的な対策はもちろん安定供給とカーボンニュートラルの両立に向けた供給力の確保や新規投資を測すための処置を講じるべく取り組んでまいります続いて再生可能エネルギーの主力電源化に向けた課題や取り組みについて説明を申し上げます47ページをご覧ください フィット制度の導入以降、再エネ導入を着実に進展をしておりますが、国民負担、系統制約、立地条件などの課題もあります。このような課題の克服に向けて、産業の競争力、インフラの構築、地域共生、この三つの面から取り組みまして、二千五十年、カーボンニュートラルに向けて、再エネの最大限の導入を進めてまいります。続いて、四十九ページ、ご覧ください。こちらは原子力についてでございます。 2050年カーボンニュートラル実現のためにはあらゆる選択肢を追求していく必要がありまして確立された脱炭素電源である原子力につきましても中長期的な方針を示していくことが必要でございます原子力利用にあたっては国民からの信頼回復に努めていくことがまず必要不可欠でありまして安全最優先での再稼働さらなる安全性向上の不断の追求バックエンド問題の解決などさまざまな課題に取り組んでまいります え続いて50ページをご覧ください、えー、水素とアンモニアについてでございますえ水素は発電産業運輸など幅広い分野の脱炭素化に資する鍵でありますアンモニアは新たに燃料として火力発電船舶等への利用に向けた取り組みが進んでおります本格的な復旧に向けて安定的かつ安価に大量供給できるインフラの整備発電所における大規模利用の実現といった課題の解決に一体的に取り組んでまいります 以上に加えまして51ページをご覧いただけますでしょうかこちらは二酸化炭素を回収再利用するカーボンリサイクルこの新しい技術の開発社会実装にも引き続き取り組んでまいります最後になりますが52ページをご覧くださいカーボンニュートラルに向けた政策を進める上で成長に資するカーボンプライシングにつきましては産業の競争力強化イノベーション 投資、促進につながる形があり得るのか、産業政策を所管する立場から検討してまいります。成長に資する制度設計のあり方について、結論ありきではなくて、炭素税、排出量取引制度、国境調整処置やクレジット取引など、環境省とも連携をして検討を進めてまいりたいと思います。以上が経産省からの説明でございます。次に環境省から説明を聴取いたします。